はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は青銅高校限定ルートをやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね今更感はあるんですけれども、まあ、せっかくね復刻しているんで、やっていきましょう。でキャッチャーを作っていきます。イベントデッキはこんな感じです。筋力はライチで稼ぐような感じになってます。で、特攻キャラのカルロスを入れてるのと同じく特攻キャラのタダノを入れてます。でタダノは、ポジションがキャッチャーなんでコツはキャッチャーコツだけですね。まあ、キャッチャーコツが安定して、回収できるっていうのが、まあ、いいところではあると思います。で金徳は鉄の壁になります。でささやき戦術の、水鳥で司令塔の、二宮で、魔術師の、浦賀を連れてきてますというところで、球界の、ね、頭脳持ちがいないんですけれども、まあ、それは限定ルートの、イベントで取っていければなと思っております。じゃあ練習の方やっていきましょう。まあ、まずはね強化上げになるんですけど、これは走塁でいいかな。まあ、やっぱりね青銅のね痛いところはね女性キャラクターを連れてこられないっていうところですね。まあ、必然的に彼女キャラが、いないのと、あとね怪盗キャラもね連れてこれないっていうのが結構痛いですよね。でデメリット感がね半端なくて、それに対応するメリットっていうのが全然ないんですよね。まあ連れてこれないんだったら連れてこれないんでいいんだけど、それに対してなんかこういいことがあるかっていうと別に何にもないんで、そこがねかなり青銅の痛いところではありますね。これは寝ておくか。しかも寝れない、やる気が下がった。そう、青銅はさらにね遊べないんですよね。なんでねやる気がね下がっていくとね、これがまた厳しいところでもあるという。そう考えると青銅ってなんかめちゃくちゃなんかデメリットばっかりだな。で今回のねデッキはわりかしねやる気効果アップがいっぱいいるんで、やる気はね高めに保っておきたいんですよね。よし、これでやる気が上がってくれた。あれ、スカウトさんってもう来たっけ。スカウトさんが来るとねやる気が上がるんで。でコツ、コツ、お、いっぱいいるね。いっぱいいるとそれなりに経験点もらえるね。ここでねやる気マックスだったらもうちょっといったと思うんだけど、まあ、カルロスはねただ走塁系のコツをくれてもしょうがないんで、練習か。守備職人は欲しいですね、守備職人は。で、これはちょっと序盤なんでただのの評価を上げていきましょう。あ、スカウトさん来た。これでやる気はマックスと。でコツ 30% は死ぬからな。メンタル誰もいないね、ネオ。キャッチャーなんでね精神ポイントを結構使うと思うんで、精神に人がいっぱいいたらちょっと評価上げも兼ねて精神練習をするのもありですね。わりかし結構重なってるね。走塁か打撃かって言ったらこっちだな。で、ライチの金徳2回目ですね。まあ一応2回目で成功失敗の判定があるんですけど、まあ、ほとんど失敗しないっすね。多分10回にね1回もね失敗しないんじゃないかなと思います。これはどうしようかな。ただのこの評価上げとくか。メンタルにいるんで、これで精動量に、精神量かに行けることになりましたけど、まだコーチがね来てないんで、コーチが来たら覗いていきますか。で水鳥の金徳1回目ですね。まだあんまり評価が上がりきってないね。ここはじゃあ水鳥タダノにするか。お、これで一応回復はしてくれるけど、練習できるほどの体力量までにはいかないかな。
あ、でも全然練習できるわ。これはライチとカルロスがいるから精神で回復しとくか。で、タックは誰？水鳥か。いや、でもここはライチのコツだな。で、ライチはムード丸は潰しておきましょう。ムード、ムードとはいえムードはちょいちょい精神使うのか。コツ、粘り打ち。パワーヒッターが欲しいね、やっぱり。で、ここはまあクリス先輩にしておきますか。キャッチャーかブロックですね。ブロックか。で、一応精神量は除いて、コーチがね、室内練習にいるときに金徳のイベントが進んでいくっていう感じですね。これはもう 30% 近いんで無理だな。で、二宮のデートか、別にな、彼女がいるわけじゃないからな。一番下にしておきますか。モテモテになるんだ。いらんわマジで。で、浦賀の金徳ですね。BGM が沢村になるんだ。矢部くんがいないからね。で、寮は除いていない。で、コツ、カルロス守備職人が欲しいね。守備職人が盗塁、盗塁は無理だよ。これ落合コーチの評価上げるとどうかなんのかな。サッカーしようぜ。あれ、こっちが金徳だっけ。なんかカルロスのイベントは両方似てるからな。ちょっと粘り打ちを潰しておこう。で、寮を除いていない。さてさてさて、これは打撃練習かな。ハルッチがな、来てもな。別にって感じだからな。コツがあるね、筋力のところか。まあ寮は除いて、あ、室内練習場にいますね。進まなかったか。まあ遠慮しとこう。これ別にどこだっていいんだけど、精神練習にしとこう。体力減ってるから。さて、アーチストもね、結局取れるほどの筋力ポイントが稼げるかどうかなんですよね。自分の打席をプレイして監督評価を上げていきますが、とりあえず弾道は3欲しい。で、ミートは D、 パワーは30かな。で、30くらいまで全部合わせとく。いや、弱えな。てか精神ポイント足りん。まあ、試合数がね、多いって言っても1回多いだけだからな。まあ、これでも絶好調であれば一応ホームランは持ってけますからね。学校はグラウンドが狭いんで。よーし、 OKOKOK。 あれ全然知らないモブキャラがマウンドに上がってる。川上はどうした。川上は、これもね、もうちょっと欲しいよね、経験点が。で、教えてもらいましょう。おお、結構入るね。で、室内グラウンドにはいない。一応コーチいるから練習しとくか。今の動きとか動いてんのこれ。
で量を除いて守備、ただのキャッチャーコツ欲しい、キャッチャーコツだ。てか結構経験点稼いだね今。いくつあった？70くらい稼がなかった？練習か。ちょっとキャッチャーコツはね回収しておきたいんだよな。ビフ的バナナか。お、メンタルコツいいね。まあ、一応ちょっと覗くか。精神量はいない。そう、これね監督評価もねなぜかめっちゃ上がるからね。聖堂高校は一緒に練習すると。よし、キャッチャー掴んだと。もう12月の4週とかね全く気にする必要ないからね。これさ絶対彼女さ作れないんだからさ、なんかもうちょっと補填があってもいいよね。普通のさしょぼいクリスマスなってるけど。評価は二宮がまだか、まあ、二宮の評価上げとくか。うん、 F だけどそこそこになったね。これは体力を回復させておきますか。一応大吉が出てくれると嬉しい。中吉か、まあ悪くはないかな。で量は毎回覗いておきましょう。いないけど、コツがある。ライチパワーヒッターが欲しいね。パワーヒッターは対エース、対エースも珍しいよね。持ってるキャラがすぐ出てこないくらいレアなあれだと思うんで。水鳥だったらこれはライチだな。精神も稼げて筋力も稼げる。で強みは作るもの、これが金徳ですね。ただの体力がだいぶ減ってきたな。さすがに寝ないとまずいかな。でもメンタルにいるね。キャッチャーコツ3、やっぱ5にしときたいな。まあ27回復して経験点もらえてコツももらえるんだったら全然いいっすね。で二宮の通過ですね、これが金徳になるんでパールカップで進めていきましょう。二宮はねやっぱりね司令塔が確定じゃないっていうところがちょっと痛いんだよな。7% か。どうする、コツがあるからな。コーチもいるしな。ちょっと無理して練習しちゃったけど、まあ、精神ポイントもらって、コーチからもポイントがもらえて、もらえなかった。もらえないとかあるんだ。これもね美雪和也が出てくるけどね結局下がるからね。メンタルにいるね。でもグランドか、別にグランドにはいなくてもいいんだよな。回復させつつ経験点もらっとくか。結構働いてるね。ただのバレンタインがねもう絶対もらえないからね。まあ、とりあえずいじったか沢村を。いない。お、すげえな、ただのとか。めっちゃ働くわこいつ。で精神量除いていない。カルロスか。いやー、ライチも絡むと結構ポイントは稼げるな。まあ、カルロスもねやる気効果 100% 持ってるんで、で心にして鉄の壁を取りに行きましょう。
ブロック、ここで掴めるんだ。どうしようかな、コーチいるからな。でもな、カルロスはまだあれをもらってないからね、守備職人。盗塁、お、いいねいいねいいね、割りかし体力を回復してくれるな。これはスタートダッシュを磨くか。おお、なんだこいつマジで、ただのとかすげえな。で、まあ量は除いてグランドか、グランド進まないんだよね。二宮まだまだ足りてなかったか、評価が。で、二宮はブロックを持ってるんで、ブロックは取っちゃいましょう。さすがにね、ブロックを5にしても大して意味はないんで。で、アベレージヒッターと、アベレージヒッターは5でいいかな。脅威の守備範囲、これ普通の方だよね、普通のイベントの方だよね。いない。で、水鳥、水鳥は特に潰さなきゃいけないものがないから、コツ対左、対左も珍しい。一応量を除いて、いない 11%、無理する感じでもないからな。精神量ライチにしとくか。じゃあこれもね、まあ付き合っておいて、刺激みたいにね数ターン固定できれば結構精度は強いと思うんですけど、一回練習するとどっか行っちゃうからね。でこれで得意練習にはするんだけど、まあ、練習するまではねいてくれるからね。5ターンか。これはもう寝るしかないよね。さてこれは、おお、シンクロしたぜ。シンクロ率 100%。ただ落合コーチのイベントが全く進まないな。おお、浦賀とライチ2人揃うだけでこんだけ稼げるのか、これはでかいな。どうだ、吹っ飛ばされんなよ。うわダメだったか。チーンすげえ悲しすぎる。落合コーチがいないな、マジで。ちょっといいくらいには揃えておこう。補給がな、全然ないな。で、キャッチャーはまあ取っとくでしょ、対エースも取っとくでしょう、鉄の壁も取っていいでしょう、ささやき、うわー1は重たいなやっぱり。で、司令塔も重い、一気に減った気がする。そしてやる気を直したい、やる気を直したいけど、ゴーマジか。おお、やる気が削られていく。一応見よう。精神量も見よう。
これはお出かけしようもう。やる気を出せ、やる気を出せよ、ここで全く。浦賀くんのイベントでもやる気は上がらない。そして落合コーチマジいねえな。コーチと練習しとく。やる気とか上げてくんねえかな。どうすか。特になんでもないし。代打か、まだ代打か。なんか微妙だな。いや経験点的にも能力的にもなんか微妙だな、やっぱり聖堂は。3点取られて、4点取られて。おお、失投したか。しかも鳴宮に力配分を使わせている。こいつ雑魚だーって思われてんだなきっと。あ、変わってる。手を抜きすぎだ、鳴宮は全く。おお、なんとか同点に勝った。あ、そうか、俺キャッチャーだっけ。まあでもキャッチャー二重丸があって司令塔があってささやきがあるからね。肩と守備はしょぼいけど。よし、やる気上がった、やったやったやった。これでさらにやる気が上がってくれればいいんだけど。チームメイト評価か。てか、ああ室内練習場。コーチで成長のきっかけが欲しい。あ、これ別に両方進んでいくんですけど、これね、特殊能力のコツがもらえるんですけど、代打でしたね、代打。いらんわ代打とか。で、浦賀。浦賀のやつは何がいいんだろうな。評価は上がってるからね、みんなに教えてやろうかな。まあ、ポイントがちょいちょいもらえたし。で、あと1回だね。どっちやいこっちが行ってくれればいいんだけど。練習。もう6月か。コツがあるね、二宮。まあ、筋肉ポイントはね、欲しいからね。これで浦賀の筋トクも終わりですね。おお、できたできた、オッケーオッケー。で、あ、いるいるいる、室内練習場。これなんか基礎能力とか関係あんのかな。一応ちょっと D くらいにしとこうか、なんとなくだけど。さてさてさて、頼みますよ。成長のきっかけが欲しい。とっておきを教えてやろうか。教えてください。おお、お手伝いさんが2人。うまくいくかもしれん。これはこれなんですね、コーチ。わかったようだな。あ、やった。できた。これなんか、うん、ちょっと違うんだよなみたいな感じになると失敗でキャッチャーコツがもらえるっていうね。これは真ん中だと体力が回復したっけ。うん、そうだね。で、ただね、経験点がいかんせん稼ぎ出せてないからな。ただのからやっぱり精神ポイントをもらっておこう。基礎能力が低いよね。やる気をあと元に戻したい気がするけど。将軍どうっすか。やる気やる気やる気。
上がらない。これは死ぬからな。とりあえず球界の頭脳はもう掴んでいいかな。アーティスト319とか無理なんだけど。ここは寝ておくか、おとなしく。お、これで一応体力全開。ちょっと余りが出たけど。で、いやもうあれか、予選か。筋力も欲しいからな。あれ、アベレージヒッターって今いくつ ?5 になったっけ。なってない。じゃあ絶対練習するかって言われるとそうでもないけど、悩むね。これは悩むね。技術を稼いでおくか。この能力で戦い抜くのか、ちょっときついよな。そりゃ下位打線になるよ。まあ、みゆきを出すか俺を出すかって言ったら微妙なところだよね。制度量がね、もうちょっとなんかいい感じのイベントになってくれればあれなんだけど、どうしてもね、まあ後に出た高校の方がインフレしてるっていうのはまあしょうがないっちゃしょうがないんですけどね、流れ的には。お待たせいたしました。1点入れられてる。カットボール、これで打ちたい。よしよしよし、とりあえず1本。パワーヒッターが欲しいね。あ、これはツーシーム。カットボールはやっぱ全然曲がんないな。ミスチームに変わってる。予選はねとりあえずなんとか打っていけるんだけど、これが甲子園になるとね、またグラウンドが広くなるからね。DD だとほんときついんだよな。パワーヒッターもないし。これは、おお、いいねいいねいいね。めちゃくちゃ稼げるね。いっぱいいるだけで。特にダブルタックとかそういうわけではないんだけど、すると裏側は何かあったかな。ゲ、守備職人掴んでないんだまだ。マジか。裏がくれ、守備職人をくれ。帳尻合わせか。これは別に高速ベースなんだけど無理だからね。裏がか。 43% は死ぬからな。まあ精神量除いてもしょうがないからな。いやー、なんか取るもんはないね。まあ魔術師ね、3で掴んだから131とはいえ、1回守備職人は掴んでおきたいね。まあ直取りしていいレベルではあるんだけど、いかんせん正当だからな。経験点が稼ぎ出せないっていう。投げました。チェンジアップ見送ってストライク。投げました。これはボール。カウントはワンボールワンストライクです。ナルミは150出ないんだね、球速。148か。打ちました。痛烈。
聖堂追加点のチャンスです。ツーアウトランナー、これはいけない。聖堂リードで迎える7回です。今日2打席連続でホームランを放っている宮田、ストレートはボール。さあ次の投球、投げました、危ない球。第3球を投げました、打ちました。これはもう謎宮のプライドを打ち崩したな。あとはやっぱりね、やる気が気になるんだよね。やる気が、で、お、いいねいいねいいね。ライチパワーヒッターが欲しいね。とりあえず直撮りしないといけないものはないな、無理だな。パワーは C まで上げとくか。広角打法、おお、やる気が上がった。やったやったやったここは誰欲しいね、守備職人。ちょっとパワーを C まで上げちゃっていいかな。で、肩も C まで上げといて、呼吸は D にしとくでしょ弱えなマジで。守備職人をください。チャンスメーカーか。やっぱりね、コツがちょっと多いとね、安定がしないよな。まあ、それを考えると多田野からキャッチャーコツをもらえたのはやっぱり安定性があるっていうことだよね。これどこまで行くのかなっていうか、経験点いくつなんだろう。3回の裏、別に限定ルートはね、特筆して経験点が増えるっていうルートじゃないからね。金徳がもらえるよっていう。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁と打った、これはいい。聖堂リードで迎える6回です。ここまで2安打宮田、初球打って出た、ヒット宮田、ヒットを放つ。やっぱりな、厳しいな、持っていけないね、なかなか。聖堂ダメ押しのチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で宮田、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成。いや、スリーベースヒットとか無理だからね。聖堂甲子園大会賞、よし、川上よく抑えた。まあ、そして彼女がいないんで、最後のエピローグ経験点もね、期待できないからね。メンタル、ここでのメンタルはでかいな。結局さ、聖堂魂とか発動してないな。そこまでの余裕もね、ないしね。これって広角打法取れんの？あー、取れる。技術が全然足りんわ。技術足りないけど、広角打法あった方がいいからな。アーチストとか無理だ。の森か。聖堂リードで迎える2回です。バッター宮田、投げた、マシンで取られた、ピッチャーマシン抜けた、宮田。4回の裏、聖堂攻撃に入ります。この回のトップバッターは宮田、投げた、きた、いった、入った。結構点入れられてんね。9回の頭脳どうした。ツーアウトランナー2塁という場面で宮田、打った、強い。おお、7回の裏、聖堂攻撃に入ります。先頭バッターは宮田、今日3打点を挙げています。こいつも結構変化球すごいな。5-4って投げた、打った、右中間へのフライ、ヒットになります。宮田、さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー3塁という場面で宮田、今日3打点を挙げています。さあ次の投球、もう1点はやっぱ欲しいよね。危ない球、1点
点差はちょっとな、怖いからな。カウントは2ボール1ストライク。投げた。いたひどい。聖堂2回戦を見事突破しました。そしてまた知らないモブキャラがマウンドに上がっていた。これ沢村とか投げてんの？よくわかんないけど、一応イベントでね沢村のイプス克服もできるんですけど、そこまでやる価値があるかっていうところで、これはどうしようかな。メンタルでカルロスから守備職人のコツをかけるか。もう盗塁は5までもらってるでしょ。でチャンスメーカーここで取るでしょ。あとこいつ何持ってんの？モテモテとかマジいらんわ。走塁も持ってんのか。内野安打バントか。内野安打とかな、ちょっとな、直振りしてほしいものでもないしな。走塁ちょっと余ってるからどこ。さてさてちょっと悩むね。守備に行くか、守備職人を狙いに行くか。守備職人を狙いに行こう。これはくれ練習か。で円卓か。アーサーのな、アーサーの時に打ち崩せるかどうか。てかマジでマジで能力が弱い。まあキャッチャーはねどうしても金徳がね重いんでしょうがないっちゃしょうがないんですけど、それにしてもちょっと弱いよな。お待たせしました。絶対点を取られるよな。制度を攻撃に入ります。トップバッターは宮田ボール。ここはよく選びました。第2球投げました。外角低め見送ってストライク。第3球は高めのストレートな、あれ打ちたかったな。第4球を投げました。ボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました。これは、入ってきたか。でもなフォークはな、マジ打てないからな。追う展開で迎える5回です。バッターは宮田。入ってくる。入ってくるね、やっぱり。まずは見送りました。投球これから2球目。これも打ちました。ピッチャー返し。まあしょうがない。宮田。絶対めちゃくちゃ失点するな。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宮田投球これから2球目。低めボール球打った。あれボール球か。入ってくるかなとは思ったけど、ゲー変わった。ランスとしても得点を挙げたい9回です。今日2本のヒットを放っている宮田。変わった時は威圧感は別に発動しないのかな。投球はこれから3球目。ボールカウント1ボール2ストライク。なるべくなストレートは見逃したくないけど。投げました。打ちました。ダメだ。余裕が、やっぱりどうしてもカーブとシンカーが頭に入っちゃうからな。ストレート振り遅れる。43ポイントか。これは俺の腕のせいだからしょうがないけど。まあ、とりあえず1位になれましたと。あれこれって最後なんかポイントもらえるんだっけ。技術20とかしょぼすぎる。まあ4800、まあ5000いかないくらいだよね。だよ。そうするととりあえず肩と守備は上げときたい。で選手もまああるから呼吸も上げとこうと。でそこからどうする。そこからチャンスは1だけ取っとく。筋力余ってんな。アーチストとかも無理だよな。結局魔術師取れなかったな。せっかく3で掴んだのにな。帳尻合わせ。怪我しにくさでも取るか。あとは怪我しにくさ取って、なんとなく代打取って体当たり取って、これとこれとこれ。まあ、ポイントは使い切った。まあ S になんとかなったっていうくらいか。というところでやっぱりね、まあ、今はもう制度はかなり厳しいですね。
とにかくもう本当にね、制度をやるにあたってのね、デメリットがね、多すぎる。で、それに見合うメリットが制度にはないんで、まあ、復刻したとはいえ、まあちょっと制度高校でやっていくのは、やっぱり今は厳しいかなというところが感想ですね。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。